話と少しちょっとレースと関係ないお話を少し伺うかもしれないです。なんですか、プライベートですか。なんか怖い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 。山口選手にお越しいただきました。お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。かっこいいマイクの持ち方してます。あ、どうもどうも。ビジュアル系みたいな。はい。フラージってここまで。ここなんで、はい。やっと昨日後半で合ってるかなっていう感じですね。いや、もう乗り心地ですかね。まあそこさえ来れば山口選手的には結構満足というか。そうですね。ちょっと伸び寄りにはなってましたけど、はい。は徐々に感つかめてきたなっていう感じです。好きです。好きですか。そうですね。もっともうちょい好きになりたいですね。はい。はい。これって結構いろんな。ああ、なんか癖物のやつなんですけど、まあ山口達也さんになんか、まあ、今節もフェラ見てもらったりしてるんですけど、なんかパーカーももいただきました。山口さんからクセモノっていう、うん、英語で書いてある服をもらったって言ってたんですけど。誰ですか、矢部内図手に聞いて。なんか渡すいきさつというかエピソードあったんですか。いや、はい、渡しましたかね、覚えてないですね。覚えてないですか。それってクセモノって出たら山口さん発信ですか。一応のはず、ね、なんですけどね、一応、はい。なんか自分のクセモノではないです。クセモノではないですか。クセモノ風に見えるだけでクセモノではないです。いや、もう周りがクセモノって判断してるだけで。ああ、自分的には全然クセモノじゃないです。クセモノじゃないです。怪しいものです。はい、クセモノプリを発揮します。はい、チャレンジします。